どうも、芸人小谷健太でございます。僕はですね、こうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、このショットはラジオ計画の方のチャンネルで見たことあるかもしれませんが、これはね、泡よりの新コーナー,、えー、つまみ食いの時間 <laughs>、うん。なんかね、タイトルもちゃんと決まってないんですけど、えー、徳島つまみ食いの時間なのか、うーん、なんて言うんですかね、もうつま、つまむというかもうちまむぐらいの、 気持ちでうん今の言葉のあやはね、ニュアンスで伝わればいいなと思うんですけど、まあ要は、えー、徳島でね、えー、パッと寄ってパッと食うわみたいなのとか結構あったりするんですよ。うんで、ここよう行くなとか、ちょいちょい寄って買うわみたいなとこって、何気に自分のソウルフード的なものになってたりするんですよね。えー、なので、えー、徳島で食べれるお店でとか、持って帰れるお店で、えー、パッと買ってパッと食べて、パッと紹介するぐらいの。 うんまあ簡単なね、えー、こんなんあるよというのをう教えようかなというコーナーでございます。で、今日はですね、行ってきたよ、これ、もう行列やったわ、西かまぼこ店さんですね、えー、もう僕はもうちっちゃいときからね、もうばあちゃんとかと買いに行ってたぐらいのおなじみのある店なので、えー、やっぱりね、ちょこちょこ寄って買うんです、西かまぼこ店さんに。で、今日もね、えー、いろんな、めっちゃおったわ、今日 なんやかやでギリギリ滑り込めたけど僕の後ろもずらーっと並んでね強、えー、日買うてきたんはいいですよ、えー、平天とねごぼ天と、えー、ちくわの竹ちくわっていう地元のやつがあるんやけど知ってます真ん中に竹が入っててそれをちくわで巻いてる竹は食べれないんですよもちろんこれこうガチガチって食べるやつがあるんやけど、えー、それを買ってきたんで、えー、まあ、食べ物っておしゃべりでもしようかなということでございますただねこの 西のかまぼこ店の平店とかめちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまいんやけど、弱点がね、もうほんまあの、手を捨てる覚悟で食べないかんと。<laughs> その場で食べる人はな。持って帰ってお皿に出しておかずとして食べるんが、まあ、普通なんやけど。だけどね、やっぱこう、その場で食べたい僕みたいなタイプのやつは危ないのよ。怪我すんのよ。私ね、今日はもう、ちょっと食べるんは一旦必死になると思うから。 ううん、それ終わりであのく喋ろうと思うまず平天から行ったのかなもう人気ナンバーはあっつっ <laughs> やばやばやばふわふわ溶岩やから別名、えー、こんなんです、えー、平天がねもうボ,ボ,ボニョボニョあっつっあっつっもう脂が出てきたばっかりやから。 まーい <laughs> うまいけどうまいけど熱いなこもうほんまにふわふわちょっとこんなことなるんですようんおいしいほんまに。 じゃあ一回しゃべるわう,うんあのー、外で食べるぜはこうなるし気ぃつけてほしいやばいのよすごいのよただ俺ねほんまにここまでふわふわの,あの平天を食べたことがないなって思いますちっちゃい時から食べとったし結構当たり前になっとったんですけど なんか他で買う平天ってここまで美味しくないというか。で、値段もね80円ぐらいか。85円とか80円とかなんやけど。まあ、やっぱね、定期的に寄ってますね。うん。いかんつきはないぐらい、やっぱ未まだに寄ってます。どんだけ忙しいても間で食べたなるというか。もうほんまに例えるならね、あのー、千と千尋の神隠しのね、最初、親父とおかんが。 豚になっってて親父が食ってたあの意味わからんんやつをよよよ言うんですよ僕これいろんなとこであれ意味わからんすぎてセンチヒのあの親父がバスバスバスってこうなんかむっちゃでかいやつ食ってるんですよなんかケツみたいなやつ食ってるんですけどあれやな <laughs> めっちゃめちゃ美味しいからうんもう徳島よったらね皆さんぜひ食べてほしいなということでこれと今日はそのふわふわのおやつにごぼうが入ったねごぼう天もこうてきております ごぼうても熱いんやけどいただきますうんお腹にごぼうが入っとんのおいしいねやっぱこう俺こういうの好きでねあの熱いなちょっと待ってもう熱い熱いで申し訳ないけどあのほんまに好きでねみんな天ぷらって聞いたらやっぱあの おうどん屋さんとかにあるねサクサクのやつがやっぱよぎるでしょうまあ僕勝てそうなんですけどまあ徳島ってこういうのをねあの天ぷらって言うて練り物のことをね天ぷらって言うんです、うん、だからねこうばあちゃんやと特に天ぷら買うてこうかーって言うたらこっちを買ってくる率が結構高かったですうんいやしねあのー、徳島文化の一つやなと思ってそんなも知っていただけたらなと思いますこれと 今日はこの竹ち,くわもあるから竹ちくわ1本だけ。俺何気に西さんとこで竹ちくわ買おうン初めてかもしれない。いつもね、平天に、ごぼ天にみたいな買い方するの。竹ちくわ。こういうね、真ん中に竹が入ってて、えー、その周りをこう、うちくわが、えー、くっついてるというやつですね。これ、県外やっとないらしい。まあ、淡路島とかあるんか。うん、やけど、これ、食べた後に、例えば。 俺昔芝健康を取ったんです。こいつ、リキっちゅうんやけど、リキにやっといたら、リキがこれ竹をずっと噛んで遊ぶんでもちょっとちくわの味するし、ガチ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 みたいな。徳島の犬はこの味知っとるよ。うん。<laughs> というわけで、僕もね、いただきたいと思います。うん。うまいな。こういうことですよ。くっついてるんです。ここれをこう ガチガチガチと食べ,食べていくというかまあケンタッキーみたいな感じかな <laughs> またちゃうなちょっとアメリカ文化を取り込みすぎた気がするちょっと今のはちゃうなまあでも骨付き鶏と一緒のニュアンスで結構性格出ると思うこの食べ方に僕とかねもうこの,この竹が味すんのよずーっとしがんどる ずーっとこう、剥がして食べたりね、してまう。ガブガブガブっぽいみたいなのあんませんというか、一本をずーっとね、もうほんまんしがみ続けるタイプやから。ああ、やっぱり日産んのとこうまいな、これなもん。うん。いいね。 こうななってからがね大変なんですよこれをずっとこう味がするからやっちゃう <laughs> これね決してケチ臭いとかそういうことじゃなく僕焼き魚とかももうチビ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 ずーっともうあの骨だけにしたいのよなんか、まあ、これはあのー、親の教えでね食べ物残しゃがいをきれいに食べなよということなんやけど なんかもそもそもが多分そんなん教えられんでもそうしとるわっていうね。うん。ぐらい好きなんです <laughs>。だからもう竹地区はもうつるまで行っても。<laughs> はい。というわけで、えー、ごちそうさんでございました。やっぱ美味しいね。まあ、えー、徳島ではこうやってかまぼこ店さんね、今日で言うだ西かまぼこ店さんやけども、パッと立ち寄って、ちょっと小腹を満たすに食べたりするわけですよ。うん。で、なんですか、都で言うこれはタピオカとか、 うーねあの、ウェンディーズみたいな位置に値するのかもしれませんけど、ウェンディーズは店内のイメージやな、ウェンディーズはなしやな、やっぱり都会かぶれですね、僕は所詮う。ということで、まあ皆さんも近く来たらぜひ酔って食べてみてください。ただ、昼間とかオープンした時間中はね、もうかまぼこ屋かとは思えんぐらいの混雑をしてることが結構あります。行列に並んでるので、時間うまいことね、平日に来るとか。 えー、そういったことをしていただけたらなと思いますので皆さんまたこのコーナーちゃう店でやりたいと思いますんで今日は以上ですありがとうございました。 はい。ということで、どっからどう見ても、小屋円ラジオ計画のみじゅまるカートークでございましたけど、いや、違うのよ。今回たまたま車やっただけで、これを店の外で食べるかもしれんし、公園行って食べるかもしれんし、それはまだわからんのやけど、こうやっておすすめできる、食べれるとこがあるので、えー、企画としてやっていこうかなということでございます。というわけで、ありがとうございました。